はい、皆さんこんにちは、アジでございます。チュータッチャンネル三国志13ですね。やっていきましょう。どこ、ああそうだ、こっからだ。ソウサさん一緒にしない方がいいんだよね。で、私がこうなってから、200日だね。あら、だね、ヒョロはね。で、じゃあね、進軍しちゃいましょう。進軍しちゃって、よいしょっと。ああ、ここ2つやっつけましょうか。ここら辺みんな落としていきましょう。あ、売りまで行こうかな。あ、ヒョロこなったね。売りまで行っちゃいましょう。はい、このほか7都市で豊作が発生しました。都市の評論が増加しましたと。おお、いいですね。純一さんの純人特性、個性虫ね、異徳の効果により、中性上がりましたね。裏帳簿から800落ちの収支ね。よしね。はい、老高校長ね。おお、純一さん4000ね。これ多分あれが入ってるのかな、幸福韓国が入ってるのかな。敵軍が我が領内に向け出陣しました。慶応5万5000どこ。あ、こっちね。何言ってんの、もう余剰落としちゃうよ。来れるもんなら来てみなさいよ。ちょっとやばいかな。いやいや、もう余剰ズタボロにしてやろう。もうこれ、これ、たまたま運よくおとりにしましょう。報告します。はい、調査で文化に投資したらどうかと。よいぞ。はい、いいですよ。あとはもう、私届くじゃないからね、もう知りません。じゃあ、どこどこ行きましょう。で、そのまま余剰まで行っちゃいましょうね。粘ってくれるでしょう。報告します。おお、使えそうなものは。あ、行ってください。かまわん。リュウさん、行ってください。どんどん。報告します。はい、調査ね、忘れてますよ、私、リュウさんね。報告します。かまわん。おお、玄徳さん、許してくれるのかな、うちの大将ね。アイシャマカさんより調査での巡査ちょっとあっただ。かまわん。その将兵全、ああ、私のとこ将兵ちょっといるんだね。ちょっとっていうか、まあまあまあ、吸収してるからね、他の部隊ね。調査近郊、ラコーでと。いや、もうどっかどっか行っちゃいましょう。あ、誰？お、行ける？あ、行けんね、全然ね。誰？言っちゃ悪いけど、ろくな人いないね。ろくな人いない場合は、あ、私の周りにもろくな人ばっかだ。でいいのかな。そうだね。神さんどうだろう。武力一辺倒の人だね。武の人ばっかりだから、いないんだよね。ちょっと困ったなぁ。ほっとこう。はい、ラコの上撃をと。どんな感じ？まだ時間かかってるでしょ、ここ。ああ、これはなんとかいけるわ。さあ、もうじゃあ、要所を落として、ロコを、ここ勝手に落ちそうな気すんだよね。ケンヤンなんかはね、繁栄中でしょ。そうだね、もうこれ、劉翔さんがね、反曹操連合を作ったとしても、問題なくいけそうですね。あ、仲良くいってるわ。はい、もうこの2人で並ぶとちょっとすごいよね。わあ、部隊が、歩兵どっちも持ってるんだろうね。足並み揃えて歩いていけてます。さあ、じゃあどうするのと。あ、そうだ、こっちの6でもいい、ある人をクリックしたらいいんだ。あ、ビジクさんいいね。誰？ああ、純育さんか。うわ、早い。さすが、ここは早い。いや、でもこっちチムさんだね。で、6でもある人。6でもある人。6な方をね。ああ、いいなー。はい。あ、なんで、ああ、そっか、あれが、あ、なんて言うんだよな、
士気下がっちゃうんだよね。あんまりガッツリ動かしちゃって、おー来た、どこ行くのあなた。あ、守りに行っちゃうんだね。じゃあ私はね、よしょう行っちゃいましょう。着手戦。あー、でも水分になりそうだね。うわー、この2人か、水軍になるね。水軍にはしたくないな。報告します。はい、どうぞ。良いぞ。はいはい、報告します。あてやね、文化ね。良いぞ。人事できない。諦めるな。諦めるな。ダメだね。いやー、ちょっとこれね、どっち行くの。ここで待ってくれりゃいいんだけど、最初でね。まあとりあえず行こっか。そうだね。いや、いっぺん効果打った方がいいかな。効果って6を落とした方がいいかな。で、回るんだったら兼業まで足伸ばした方がいいかもわかんないね。そうしよう。効果に向かっちゃおう。いっぺん効果で、そうだね。着手戦。ちょっと待ってね。ここ防御行くんだったらなんとかなる気するんだけどね。いや、今思ってるのがね、この人をね、チョイさん吸収しちゃおうかなと思ってるんですよね。曹操さんで吸収しちゃおうか。着手戦。曹操さんで吸収しちゃいましょう。吸収したら剥がれたりしてね。逆に持ってかれたりしてね。あ、よかった。おお、外れた。やっぱり、あー、しまったー。ひえー、曹操さん持ってかれちゃって。やっぱり持ってかれるんだ。バカなことしちゃったね。まあまあ、でも曹操さんが行きゃ問題ないか。ロコを落としにかかる。4部隊で6個落とせるとは思わないな。民がお酒に、お酒じゃないね、これ、放物。いや、お酒だった。情勢っていうのかな、法制っていうのかな。龍さんがね、説得に受けてくれました。どういく、どういく、再走行行くのか。ここは落としときたいね。ここは落としときたいな。お、来たよ。あ、マリオさんね。報告します。カモは落とせるかな。一応ね、私ね、効果からね、ロコに向かった時に報告します。はい、どうぞ。カモは報告します。カモはここでね、他の人たちがすぐ来たらもう解散しちゃいましょう。多分勝てないので。再編成できるかな。あ、できるね。あー、いや、チョンさんはやっぱ騎兵だね。カコートンさんはないね。あー、困ったぞ。あ、私総兵になってんだね。騎兵にしちゃおう。こんな感じかな。いや、もうね、孫家の方たちとね、海の上でやろうと思わないのよね。お、ちょっと待って、200、あ、あるね、ヒョロね。どう行く？報告します。カモワン。そうそうそう、持ってかれちゃった。はい、制圧をね、開始しましたと。どこ？報告します。ちょっと待って。よいぞ。これどうでも、どうでもよくない。ああ、やっぱここやってんのか。ここやってんだね。はい、芝居さんかかと、ちょっと一人の部署が移動しちゃいました。早いね。でね、これね、何人帰ってくる。23,800 か。厳しいな、これは。これ出てくるでしょう。あー、とりあえず制圧しちゃうか。報告します。
よいしょ。士気も下がっとるでね。とりあえずこっち行っちゃいましょう。ね、ラの集落が捜査軍調査に従属した。調査の人口増えましたよ。さあ、じゃあね、あ、大山さん、あ、うちの神さんと言ってもらいましょうか。あ、うちの神さん、あれだ、頭だから、知力だから、知力の人やった方がいいんだね。落としたね。で、制圧か。落として制圧か。来たね。やっぱ来たわ。で、城塞立てましょう。行け。報告します。間に合うかな？構わん。間に合うのかな？あ、来ちゃったね。あ、来てない、まだ来てないね。報告します。使えそうなものは。え、主殿さん、行けんの？あ、これなってんのかな？報告します。これなってるかもしれないね。よいぞ。85っていうのは普通ありえないもんね。はい、純子さんと海越さんがいい感じになりましたね。あ、この人もいい人だ。あ、誰と純育さんと長野さんか。政治だね、完全に政治だね。あ、これで見えんの？あ、これで見えんだ。誰とできるか。あ、そっか。あ、この人今、あ、やってない。早いね。33日。じゃあ純喜さん行っちゃいましょうか。まあこの政治だけでいいわ。これはちょっと厳しいな。あ、もう季節変わっちゃいました。やっぱ戦出てるとすぐ日が経ちますね。来るかな、来るかな。ああ、こっちも、あ、リュウベ先生行ってるわ。え、あの我が君は解散しちゃったか。我が君解散しちゃったね。おー、ほんと参ったな。来るかな。うん、こっちは兵がだんだん回復していってますけど、5万超える兵だから、5万超える兵でしょ。よし、落とすの大変かな。巡殺ね。よいぞ。うわ、こっち5万超えてるね。これは勝てないな、人数も。ああ、これは勝てないわ。7部隊いるわ向こう。ああ、これは囲まれたら痛いね。この10部隊と戦うことなんだよね、この4部隊で。1部隊の兵の数は多いと思うんですけど、囲まれるととんでもないもんね。周囲さんいるし仕方がない。一度引き返しましょうか。引き返して出てきたら仕掛けちゃいましょう。どこ行くの。あ、そっち行っちゃうんだね。加工園さん出てこないね。あー、出てこないね。主に出会えて幸福にございました。あ、なんか切ないね、ソユーさんね。人生は運力に似たり惜しまれても終わりは来る。あら、盗難の風が吹いちゃったね。盗難でよかったっけ。減ったね。これいっちゃう。これはあの兆しだ。あ、兵糧がないわ。一度効果に戻るか。効果に戻るか。効果に戻るか。行け。これは完全風が吹いたね。130日。おー、130日ね。
ちょっと待って、何人回復してる、4500人か。おー、困ったな、まさか。いい意味だけどね、うん、あ、ちょっと時間になっちゃったね、この辺でやっていきましょう。ちょいたっちゃんでね、危ない危ない、ちょいたっちゃんで3号星13、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。